始まりました森崎智美チャンネル、イエーイ。群馬です。群馬の山奥に来ました。先日重大発表をさせていただいたと思うんですけれども、私森崎智美、サバイバルチャレンジしたいと思います。ということで早速もう来ちゃいました。すごいよ、綺麗なとこ。ほら、木もこんなに高い。もうなかなかね、こういう自然に触れ合うことがないので、本当に癒されます。もうすでに癒されてる。マイナスイオンとかすごい感じるし、匂いも、はぁーでね、あの重大発表でも言わせていただいたと思うんですけども、やっぱりあのグラビアプラスなんかチャレンジしていきたいなと思っていたので、ちょっとサバイバル、私チャレンジちょっと今後ねやっていけたらなと思っております。頑張ります。はい、今日はサバイバル、一泊して生活したいと思います。次はですね、食料調達に来ました。ちょっと川で食料をゲットしたいと思っております。ちゃんと釣り道具も、買ってきたので、これで、お魚を釣れたらなと思っております。頑張ります。多分あそこら辺深そうなんで、ちょっとお魚いそうなんで、あっちまで行ってみようかな。行ってみます。ちょっと下だけ脱ごうかな。濡れちゃうと後々気持ち悪くなりそうなので脱いときます。いつも置いとこ。じゃあ入っていきます。じゃあ入っていきたいと思います。あー、冷たいかな。なかなかシュール、私の格好よ、山の中で。あ、冷たい、気持ちいい。足見えるかな。あーあーあちょっと汗、ちょっと岩場まで来ました。痛いわ。あ、足つぼ来てるみたい。足つぼ来てるみたいよ。透明よ。綺麗。あーれ。はい、大きな岩に到着しました。すごい川の流れが結構、ここに来ると急に激しいんですけど、あの地元の人に聞いたところ、ここの川はよく釣れるということで、素人の私頑張って釣っていきたいと思います。じゃあ頑張って釣ります。うい、あそこに魚いる、いるいるいる、これこれこれ、ほらほら、お魚いる、いるよ、この川。あ、これを美味しくいただいていきたいと思います。立派、やった。この魚をさばいていきます。いけるかな、初さばき。やばい、もうぬるぬる、いっちゃうかと思った。いただきたいと思います。内臓ですね、内臓取る。綺麗にさばけました。綺麗です。血合いもちゃんと来ました。それでは美味しくいただいていきたいと思います。いただきます。